乗用車が住宅の塀に衝突する事故があり、1人が死亡、2人が重軽傷を負いました。午前3時半過ぎ、八千代町吹田の県道で、男女3人が乗った乗用車が住宅の石塀に衝突、さらに電柱にぶつかり、再び石塀に衝突する事故がありました。この事故で、助手席に乗っていた私立高校3年の水住彩子さんが死亡、乗用車を運転していた山崎隆さんが意識不明の重体です。また後部座席に座っていた17歳の女性は軽傷です。民主党の小沢幹事長の資金管理団体に、群馬県桐生市で昨日住宅が全焼し3人が死亡しました。このうち1人はこの家に住む60歳の女性と分かり、警察は残る2人が夫と孫娘とみて確認を急いでいます。新潟県上越市で昨夜住宅など3棟が全焼し、出火直後の現場を FNN のカメラが捉えました。火事があったのは上越市の工務店経営星野製作さんの住宅と隣接する作業所です。